父の代からの宿敵、細川貴国との決戦に及び、ついに打ち破ることに成功した細川晴元。しかし、その足元では晴元の家臣同士の争いが始まり、晴元もこれに乗せられて、重臣三好元長を死に追いやります。家臣同士の争いや、貴国勢力の残党との戦いに振り回される晴元。そんな晴元の足元では、晴元が死に追いやった三好元長の子、長吉が力を蓄えつつありました。天文15年、将軍足利義晴は、嫡男義輝に将軍職を譲り、その元服式が行われました。本来、細川家出身の晴元が烏帽子親を務めるはずでした。しかし、実際に烏帽子親を務めたのは、晴元と共に幕政を担った六角貞頼でした。ことの事情を記した記録が残されています。当時は慣例がいなかったので、六角貞頼に頼んだというのです。将軍を補佐する慣例を務め続けてきた細川家。なぜ実力者であったはずの晴元は慣例になれなかったのでしょうか。実はこの時、晴元の地位は脅かされ、その対応に追われていたのです。一体何があったのでしょうか。晴元を悩ませていたのは、またしても細川貴国の残党でした。天文12年7月25日、今度は貴国のいとこ甥、細川氏綱が1万余りの軍勢で挙兵したのです。氏綱は前年に起こった木沢長政の反乱を機に、河内守護に返り咲いていた畠山種長と、種長に従う遊佐長殿の支援も取り付け、勢いを増していきました。種長の死により、一旦は勢いを弱めた氏綱でしたが、長典の講演のもとに、3年後には巻き返しを見せ、ついには京を奪還。晴元は丹波へ追い落とされ、足利義晴、義輝親子も氏綱方になびきます。この厳しい状況からの巻き返しを果たしたのが、晴元重臣の三好長慶でした。長慶の巻き返しにより、氏綱を支持する遊佐長典は和睦に応じ、京は一時的に平穏を取り戻すことになりました。しかし、晴元はその戦後処理で大きくつまずくこととなるのです。和睦がなった天文17年の5月15日、細川晴元は摂津池田城主の池田信政を氏綱に味方した罪で問い、自害に追い込みました。後を継いだのは晴元の腹心、三好政長の孫である長政。政長を不具大天の敵とする三好長慶はこの騒動に反応し、信政自害の黒幕は政長であると糾弾。晴元に対し政長の成敗を要求しました。しかし晴元は応じません。腹を決めた長慶は晴元との対決を決意し、細川氏綱、そして氏綱を支持する遊佐長典と手を結ぶこととなるのです。かくして天文18年、長慶は三好政長、晴元に決戦を挑み、勝利を収めることに成功します。晴元の援軍である六角貞頼が到着する前に決着をつけることによって掴んだ薄氷を踏むような勝利でした。晴元は足利義晴、義輝親子まで連れて都落ちし、長慶は氏綱を奉じて上洛を果たします。しかしそれは晴元、そして将軍家との長い戦いの始まりでもありました。近江に逃れた後も晴元と義輝の勢力は執念深く長慶に抵抗し、天文20年には長慶暗殺未遂事件まで発生しました。こうした晴元、義輝型の抵抗を受け、長慶と共に氏綱を支えていた人物たちはことごとく命を落とし、生き残った長慶が彼らの勢力を吸収。三好家は細川家家臣の枠に収まらない勢力へと成長していきました。しかし義輝は晴元に連れられて近江に逃れたに過ぎず、後に両者は近江の六角義方の仲介を経て和解します。この時、長慶が条件に求めたのが
春元の子、秋元を次の家督に据えることでした。長慶は細川家の家督を一つにまとめ、その内紛に終止符を打ったのです。しかし、義輝はなおも長慶に対する敵対行為を続けました。天文22年、義輝は細川春元を赦免して霊山城に立てこもり、長慶と対決する姿勢を鮮明にしたのです。これを受けて長慶は義輝を攻撃し、再びの追放に踏み切ります。この時、長慶の取った行動が注目されています。これまでの権力者が将軍を追放するたびに別の人物を将軍に迎えていたのに対し、長慶が擁立しようとした足利義綱は要請に応じず、結局長慶は実力で京都を支配したのです。動乱極まる戦国の世においてもこれは稀な出来事でした。さらに長慶は天皇からも次第に認められていきました。扇町天皇の下で改元が行われた際、これまで京都を離れていてもそのことを知らされていたはずの将軍義輝にはそれを知らせず、将軍である義輝ではなく長慶を武家の代表と認めて改元の相談を行う判断を下したのです。将軍の権威はいよいよ危機的状況に追い詰められ、代わって三好長慶は一躍時の権力者となったのです。永禄元年、結局長慶と義輝は和睦しましたが、義輝は長慶に頭上を抑えられ続けました。和睦の翌年、長慶の陪臣であった大和江正虎という人物が、かつて南北朝時代に足利家と対決した楠木正成の末裔を称して楠木氏の復権を望むと、すでに将軍家離れが進んでいた朝廷はこれを許し、義輝までもこれを承服させられたのです。長慶と義輝の冷戦が続く中、河内ではまたしても畠山氏が内紛を起こしていました。当主である畠山高政とその家臣安見宗房の間で対立が深まり、高政は居城を追い落とされるに至っていたのです。長慶は高政に味方して居城に復帰させますが、三好軍はそのまま駐留を続け、今度は高政と長慶の間に亀裂が入ります。警戒を強めた高政は安見宗房と和睦して長慶との対決姿勢を強め、長慶もこれを背信行為とみなして河内へ進攻。本拠地であった阿波からも弟の三好実久が渡海し、高政は一挙に追い詰められていきました。しかしここで情勢を一変させる出来事が起こります。近江の六角義賢が高政と連携して長慶を攻撃し始めたのです。両面作戦を強いられることとなった長慶は、九州であった細川春元との和睦を成立させてこれに備えましたが、畠山氏との戦いの中で弟の実久を失うなど、一転して苦しい状況に追いやられていきました。そんな折に長慶に同盟を申し入れてきた大名がいました。美濃の斎藤辰興です。辰興の背後では尾張の織田信長が台頭しつつあり、辰興は信長との対決のため浅井氏などの近江の敵対勢力を牽制しようとしたと考えられます。三好と畠山、斎藤と織田、間接的に結びついていた戦いの渦はやがて時代の流れとともに一つになっていくのです。